ちょっとね、まだ痒いですけど、ちょっと今ね、やっぱそのさすがに400万人アレルギーっていうのが出て、やっぱカウントダウンしてね、ピタッと止まんのかって、いやもう痒くて、ずっと止まんない。もう、440万人、4って数字が増える、もう444万人の瞬間ね、もうね、やばかったもうあれは。もうすごい痒くて、たぶんなっちゃったもんね。4って数字が増えれば増えるほど痒みが増す。ということでね、今ね、494万人とかのね、峠を過ぎたとこです。ね、だいぶ過ぎても490万、もうすぐ、うわぁ、見た、うわぁ、すごい、チャンネル登録者いっぱい増えてる、あぁ、500万人いた、うわぁ、500万人いた。お、痒みが消えてる。うわぁ、やったー。よかった、もう400万人、ああ、戻っちゃった、戻っちゃった、ああ、助けて、みんな500万人、ほんとマジで、シャルじゃないと、ほんと、冗談じゃないと、ほんと、助けて、ああ、やば、かゆさが、ああ、痛みに変わる、ああ、500万人いた、ああ、ちょっとずい引いてきた、ああ、もう死ぬ、やばい、これみんな面白いと思ってるでしょ、ムカつくわ。あーまた400万人いってる。あれでもかゆみ治った。うわーよかった。バカな視聴者がさ、チャンネル登録者解除して俺の苦しんでるとこをさ、見せて見るためにみんなチャンネル登録解除するのもアレルギーが対策してくれてたんだ。やっぱ体がそんなバカに、お前はね苦しまされちゃいけねえって言ってね、やっぱ2回までだったかゆみは。よかった、発症2回まで。いやでも痒くて仕方ないもんね、さっきまでまだちょっと痒いんじゃないかなと思って書いちゃってるもんね。え、作家がまだこれがあと1ヶ月くらい続くんだろうね、あれなんか痒いんじゃないかなと思って。うん、ってことだね。いやお、よかったよ。あれ緑茶飲んでない、味がしないな。え、全く味がしない、もしかして500万人いったせいで味覚が死んじゃってる。え、かゆみが治ったと思ったら500万人いったら今度は味覚がなくなった。ああ、どうしよう、もうご飯食べる意味なくなっちゃう。うん、あ、やばい、味も匂いも分かんない、なんか冷たい空気しか入ってこない、やばいんだけどこれ。え、もうみんなちょっと、もう本当にみんな余韻に使ってる暇ないよ。600万人早く、600万人行かなきゃ。もう、いや食事が一番楽しいだけじゃないけど、食事って相当楽しいよ。この間にさ、マックでうまいバーガーとか食わせたら保存しとかなきゃいけないんだよ、600万人行くまで。ちょっと早く早く早く600万人行かないと、もう食い物が、食い物の楽しさなくなる。匂いも吸えないんだもん。まあ別に、臭い匂いもかけないのか。まあ、確かにそれはメリットとしてあるかもしれないけど、メリットがなくなるデメリットが多すぎる。早く俺にうまいもん、うまいもんと認識させてくれ。ということで、早くチャンネル登録者600万人よろしく。100万人をちょっとね、布教してくれ。あ、500万人いったらね、アレルギー治ってよかった。でもまたアレルギー再発して最悪。またねー。